十番石田製造君。はい、以上ただいま議長の。 お許しをいただきましたので、一問一答方式にて、ウィズコロナ時代の学校教育の推進について質問させていただきます。昨年は突然の一斉休校という予測できない状況に追い込まれ、各校は十分な準備もできないまま、慌ただしく対応に追われました。そのような状況ではありましたが 夏季休業の短縮や行事の見直し等で、教育課程の遂行にはあまり影響の出ないような対応をしていただけたことは良かったと思います。とはいうものの、新型コロナウイルスの感染拡大はいまだに収まる気配が見られません。市内の中学校は8月30日から、小学校は9月1日から2学期が始まりましたが、 滋賀県に緊急事態宣言が発令されている中での修行でありさらなる感染拡大への懸念も抱えながらのスタートとなりました本市においてはワクチン接種がだいぶ進んできましたがしばらくは新型コロナ感染拡大防止に配慮しながら学校教育を進めていかなければならない状況です そんな中、市内中学校で陽性者が出て、休校措置を取ることになりました。そこで教育長にお尋ねします。1点目は、休校措置についてです。6月議会の答弁では、これまでのところ、陽性者が出て学年閉鎖を行った学校や、PCR 検査のために出席停止となった 児童・生徒には自宅での双方向のオンライン授業を実施しましたとのことでありました。今回の休校措置期間中に、オンライン学習には取り組まれたのでしょうか、また、取り組まれた場合、そこから見えてくる課題については、どのようにお考えでしょうか。 教育長皆さんおはようございますまず初めにコロナ禍の状況の中、議員の皆様におかれましては、学校教育の推進についてご心配及び多大なご支援を賜り、この場をお借りして、厚くお礼を申し上げます。 それでは、石田議員ご質問のウィズコロナ時代の学校教育の推進についてお答えいたします。現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者については、減少傾向が見られるものの、依然、高い数値を示しているところでございます。このような状況の中、本市においては、市内小中学校の2学期開始から2週間が過ぎようとしていますが、 家庭や学校で感染対策に努めていただいていることにより、学級閉鎖や臨時休業を行った学校はあったものの、今のところ、学校内での感染のひら広がりはございません。今後も児童・生徒が安心して学ぶことができるよう、感染対策に努めてまいります。まず、1点目の休校措置についてお答えをいたします。 新型コロナウイルス感染症の影響により、学級閉鎖や臨時休憩を行った学校では、オンラインを活用して双方向授業を行ったり、授業動画や課題を配信したりして、オンラインを活用した学習により、児童生徒の学ぶ機会の保障をしているところでございます。続いて、オンラインを活用して学習を行い際の課題についてですが、長時間、 オンラインを活用し続けることによる児童・生徒への健康への不安や長時間の双方向通話の実施によって家庭の通信量が多くなることが考えられます。そのため、学校にはオンラインの活用が長時間にならないように、また通信量が過多にならないように指示をしております。今後も実施の様子を注視し、児童・生徒や 家庭への負担が大きくならないように配慮してまいりたいと考えております以上答弁といたします10番石田製造君はい以上、ご答弁ありがとうございます えー、今回の、えー、臨時休,休校においてですね、あの、えー、オンライン学習をしていただけたということで、えー、大変ありがたく思っております。で、あの去年でしたか、あの大阪の方で臨時休校の時に。 オンライン学習をして、まあ、それを、えー、授業時間と認めるとか認めへんとか <laughs> いうようなことが言われてましたが、まあ、本市では、えー、今回のこの、えー、休校措置における、えー、オンライン学習については、えー、授業時間として、えー、数えられるというか、カウントされるのかどうか、その辺についてお伺いしたい。教育長、はい、議長 はい、今のご質問ですが、基本は学校で対面を中心とした授業について、えー、授業実施にカウントとしておりますので、このオンラインについては、えー、カウントはしておりません。以上でございます。10番石田堂君ははいい以上、はいえー、ということは、えー、まあ。 倫理休校の措置を取ったことによって、えー、授業時間数は減、まあ、減少したたととという <laughs> いううかっことになりますよねで、えー、例えばですけども、まあ、今回まあ初めて、2学期入って初めてでしたけれども、まあ、何回かこういうことが起こったりした場合です、ね、トータル的に考えて、授業時間数がちょっと心配ないというか、足りなくなったりすることも考えられるのではないかなというふうに思いますが、それに対してはどのように対応していこうと思われますか。 それにつきましては、一応、学期ごとで少なくなった場合については、次の学校にまあ詰めたり、いろんな事業の方法をまく生して、事業実装を確保するところを取り組んでいるところでございます。もし、あのまあ、去年のような場合は、事業実装を確保できましたが、もし事業実数が確保できない場合は、まあ、次年度にもうま,うまくいわゆる活用していくということを考えてございます以上でございます。 10番、ありがとうございます。えー、もう一点ですが、あのまあ、通信料が型になる、えー、例えばあの、まあ、今までの中で、えー、保護者の方から、まあ、通信料が多くなって、あのお金がかかって困らないかというような声は出てきているのでしょうか。 基本的にまあその声が聞こえているということではございませんが、やはり通信量が多くなるということは問題ですので、あのまあ長時間にずっとあのオンラインを続けるのではなく、まあ、必要なときにいわゆるビデオ動画を流したり、それからえと先生とのオンラインをしたりして、課題を与えているときはオフにしておりますので、えー、全部オンラインになっているということではございません。はい。 で、あのまあ家庭によってはあのそういうギガ数が足らないところはございます。で、まあ7ギガのルーターを貸し出しております。で、それがまあ足らなくなりましたら、またその7ギガのルーターを貸し出すということをしておりますので、そこの点の問題は今のところございません。以上です。10番石田正道君。はい、以上はい、ありがとうございます。えー、そのようにこう細かく対応していただいて。 いただけるとまあ、保護者の方も安心して、えー、子どもの様子を見ていけるのかなと思いますのでよろしくお願いしますそれでは2点目の質問に入らせていただきます2点目は児童生徒や教職員への対応についてです保護者の判断で感染拡大状況を鑑みて登校を見合わせるということも考えられます そのとき、子どもの学習権を保障するため、オンライン授業をしてもらいたいとの要望があった場合、どのように対応していこうとお考えでしょうか。教職員が家庭内感染や、えー、濃厚接触等で勤務でき,なることできなくなることも十分考えられます、えー。その場合、リモートワークができる環境は整っているのでしょうか。教育長会議長議 2点目の児童・生徒や教職員への対応についてお答えをいたします。保護者の判断で登校を見合わせた場合については、オンラインを活用した対応をさせていただいております。このことについては、8月26日付および9月10日付で保護者宛に通知をさせていただいたところでございます。また、教員が出勤できない場合等については、 自宅待機となり、勤務として扱わないため、基本的にはリモートワークは行いませんが、必要があれば、教員同士がオンラインで資料のやり取りをすることができる環境は整っております。以上、答弁といたします10番、石田誠三君。ははいい以上 <laughs>、はい、ありがとうございます。 えー、実際ですね、あのーまあ、保護者の方から、えーまあうん、ちょっともう家で、えー、休ませたいというような声はたくさんあるのでしょうか。教育長、はい、以上 <laughs> まあ今のご質問ですが、まあ、感染や濃厚接触者、まあ、接触者と、また心配があって休まれている家庭に配慮するので、 具体的な数の、まあ、公表は避けていただきますが、まあ、各項、若干数はございますので、そんなに多くはございません、以上でございます10番、石田誠堂君、はい以上え。引き続きまして、3点目の質問に入らせていただきます。 3点目は家庭との連携についてです。オンライン授業をするためには動画配信などが必要になってきます。私も見せてもらいましたが先生方が時間をかけて作っておられるのがよくわかりました。結構たくさんのご動画が作り上げられていました。自分たたちちのの先生が登場するし子どもたちの 実態に即しているので、興味深く視聴できると思います。ただ、授業のたびに動画作成をするとなると膨大な時間がかかってしまいます。そこで、nhk フォースクールなどの番組や youtube などを活用することが有効になってきます。これに対して、保護者から関係のないものを見ているのではないかとか。 必要以上に長い時間見ているのではないかという懸念の声も出ていると聞きますが、これに対してはどのように対応していこうとお考えでしょうか。オンライン学習を進める上で、家庭のサポートが大きな力になります。期日、時間を設定して、一斉のオンライン学習参観をしてみるのはどうでしょうか。家庭の理解が深まり、り、教育活動をより 高めることにもつながるのではないかと考えますがいかがでしょうか教育長、はい、議長。三点目の家庭との連携についてお答えをいたします家庭での子どもの動画サイトの閲覧についてですが、まあ、閲覧時間が長時間にならないようにまた目的外でし使用しないようにするには家庭での指導が大切であるため 保護者向けに啓発をしていいるところでございます教育委員会といたしましても、夏休みの児童・生徒の健康に配慮し、持ち帰ったクロームブックについては、必要なサイトだけを閲覧できるように設定したところでございます。また、議員要請の全校で一斉に家庭からオンライン学習に取り組む場の設定をしてはどうかとのことについてでございますが、本市では昨年12月の冬季休業期間から、 クロムブックの持ち帰りをはじめ、現在も普段から持ち帰り、すでに家庭でのオンライン活用を進めているところでございます。今後も引き続き ICT を活用した取り組みを進めてまいります。以上、答弁といたします9番、石田製造君。はいありがとうございます。えーと 事、まあ、業をどうする場合にです、ねあの、サイトの制限とかするとあの、やりにくかったりするとかいうような、えー、心配とかはないのかなというふうに思うのですが、その辺はいかがですか教育長。はい まあ、あのサイトの制限でございますが、まあ、できるだけそのホワイトとブラックに分けて、まあ、かなりあの、まあ、有害なサイトについては必ずブロックするようにしております、ただ、あのやっぱり興味本位で見る,見る児童、生徒も増えてまいりました現状、まあ、これは活用が増えてきたという、まあ、実績でもあるんですが、そこを見極めながら、えーまあ、フリーにしたり、また制限を加えたりとすることをまあ考えてございます以上でございます。 9番志田政造君はい以上。はいありがとうございますなかなかあの大変な部分でありましてやっぱり最終的にはやっ家庭への協力というかまあ家庭の方がやっぱりしっかり、えー、言ってくださるのはまあ。 必要になってくるのかなと、と、まあ、そ,そういう意味で、家庭の協力、家庭との連携っていうのが、まあ、オンライン学習を進める上でも、大変重要な部分を占めているなというふうに感じさせてもらいます。えー、引き続き4点目の質問に移ります。4点目は、タブレット端末の活用,推進活用促進についてです。 タブレット端末は本来緊急事態に対応するためだけのものではありません児童生徒の情報収集能力や情報発信力を高めるためのものでもあります普段の教室での対面授業においても有効なものでありますまた教科等の授業だけでなく朝の会や会の会学級活動などにおいて活用することにより児童生徒の生活を 豊かなものにすることにもつながりますどのような活用実践が出てきているのでしょうか活用実践を情報交換することにより教員の授業力の向上はもとより資質能力全般の向上につながりますそのことは児童生徒の学ぶ意欲の向上へとつながり生活を高める意欲の高揚にもつながるものと考えます そのような取り組みは進められているのでしょうかオンライン授業やタブレット端末を活用しての授業にはまだまだ十分慣れていない教員も多いのが現状です6月議会で教職員の資質能力を高めるためには積極的に研修を進める必要があることを申し上げました夏季休業中 校内および校外での研修等は効果的に進めることができたのでしょ北区長。会議長。4点目のタブレット端末の活用促進についてお答えをいたします。教員へのタブレット端末活用研修についてですが、ICT は本来、まあ、児童・生徒の学校での学びを充実させるために導入されたものであります。 これまでの答弁でもお答えしてきましたように、ICT 機器はしっかりとした事業づくりにおいてこそ、有効に活用されるもので、学校の教員にはまずは事業づくりに力を入れることを指導徹底しております。教育現場での ICT 活用についてですが、すでに係り活動などでの特別活動においても、児童・生徒が ICT を活用するようになってきており、 活用の幅は徐々に広がりりつつあります本市では東京学芸大学の教授を招き、授業での ICT 利活用における森山モデルの研究を13小中学校の教員と進めており、本年度もすでに3回の研究会と市内2校において、教授による授業視察や事業者への指導助言を行っております。 研究会や事業視察での成果は、各校の研修や、教育研究所の下記研修で紹介するなどしており、事業づくりをもとにした効果的な ICT 活用を推進しているところでございます。また、下記休業中には、各校での職員会議や、校内での初研修にオンラインを活用して行うなど、教員の ICT 活用スキルの向上に努めたところでございます。 以上、答弁といたします10番、岸田清造君。はい、以上 <laughs> はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、6月議会でも、言いましたように、やっぱり研修とかいうのは、やっぱり、えー、大変、えー、重要なものであります。えー、教育研究所がな夏休みに行われた、あのその研修。 研修では、ね、先生方はどんな様子だったでしょうかというか、まあ、研修に対してはどんな感じで臨まれていたでしょうかその辺を、えー、お聞かせ願えたらありがたいです。はい、教育長。はいあの まずやっぱり教員も意識が少しずつ高まってまいりました、あのやはりオンラインを全ぜまできるようになるということで、でまあ、積極的にあの、まあ、研修にも参加して、どのようにしたらうまく事業が構成できるのか、からどうしたら子どもの興味をできるだけ集中させられることができるのかという研修をしている姿がございました。まだあのもちろんあの全ての 教師が完全に慣れたというわけではございませんが、かなり活用と、それの研修が進みましたので、力量も少しずつアップして,てきているところでございます、以上で、はい、ございます。あどどんどん 研修していただいて、まああの、結果的に子どもたちが、えー、楽しく学べる、意欲的に学べる、えー、そういうことにつなげてもらえたら大変良いかなとあの、せっかく高いお金かけて、えー、整備していただきましたあのタブレット端末がすごく生きるんではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。えー、引き続きまして、5点目に移ります。えー、5点目は 環境整備についてです、えー、研究等によって、危機操作の技能は向上するとは思いますが、一気に向上するとは考えにくい面があります。そこで、当面の対応策として、支援員の配置等があればよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。指導要領の目指す主体的、対話的で深い学びを求めていくためには、 対面の授業であれ、オンラインの授業であれ、小グループでの話し合いと意見を述べ合う場が必要です。双方向型授業支援システムを活用すると、授業構成が進めやすいようです。<laughs> いろいろなソフトがあるようですが、本市が使っているソフトで十分対応できるのでしょうか。オンライン授業を進める上で、 通信環境等が十分でない地域もあるように気球をんでおりますが、本市においてはそのような点での課題はないのでしょうか。教育長ご点目の環境整備についてお答えをいたします。本市のシステムは、教員も子どもも簡単に操作できるもので、すでに活用も進んでおり、 ICTCA については導入することは考えておりません。また、授業で活用しているシステムは、教育向けに開発された Google の基本アプリを活用しておりますが、オンライン上で双方向通話や意見交換が簡単にできるものとなっており、機能としては十分であると考えております。さらに、本市の学校のネットワーク通信環境ですが、すでに 昨年度末までに、ネットワークの増強工事を済ませており、現在、学校ではスム,ーズがスムーズに活用ができている状態でございます。以上、答弁といたします10番、石田誠三君。森山氏が頑張ってあの環境整備に取り組んでいただいていること、まあ、それが今。 生きているのかなというふうに感じさせてもらっています大変うれしいことだなと思いますそれでは引き続いて6点目の質問に入らせていただきます6点目は教職員の負担軽減についてです先行き不透明な中感染対策とさまざまなことに対応しながら先生方は日々仕事に取り組んでおられます新しい仕事が増える分何かを削っていかなければ 要領オーバーバになってしまいまいす校内研究等についても見直しを進め、会議等を減らしていくことも必要ではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか、また、教科等部会などは必要なものでありますが、場合によってはリモートで会議を行うなどして、少しでも負担を減らす工夫をしてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。教育長長会議長 6点目の教職員の負担軽減についてお答えをいたしますすでに市内では昨年度から新型コロナウイルス感染症対策の一環としてリモートで公聴会、教頭会等を開催したりできる限りペーパーレスになるように ICT を活用して会議を進めたりしているところでございますまた教員の ICT 機器活用の基本的な技能の習得についても 活用研修を別に設定するのではなく、職員会議や初研修において、教員が ICT を活用する場面を設定し、普段から活用機会を増やすことで、研修時間を多く費やさずに ICT 活用技術を身につけることができるようにしております。さらに学校では 教育課程の年間計画を見直す時間を持つことによって、教育活動の生成を図るなどの取り組みをすでに進めているところでございます。今後も引き続き、学校と連携し、教員の負担軽減への取り組みを進めてまいります。以上、答弁といたします10番、岸田誠三君。ははい、以上はい、いありがとうございます。 あの私も現職の頃よかったんですがあの県で研修会があったりとかあの県でその会議があったりとか、まあ、そういう部分であの何,か何回かこう出かけたりせんならという、まあ、そういうのも結構あの負担になっていた部分もありますが、まあ、そういうこともできる例えば県とかに働きかけてあの、えー、少なくしてもらうというか、えー、削減してもらうような努力をしてもらえるといいのではないかなというふうに考えますがいかがでしょうか。 議員のおっしゃったとおり、あの職員は多忙を極めておりますので、まあ、市内でもできるだけ、まあ、リモートやオンラインでできるところは、オンラインに変えつつあるわけですがああ、改めて県にも要望して、できるだけ教職員の多忙をまあ少なくする取り組みを進めてまいりたいと思いいまます。す。以上でごござざ番、石田製造君、はい。ありがとうございます。